門絶生態の三つのぶです、この前、僕あのメンズエステ行ってきて、メンズエステっていうかもう美容整形ですよね。ほうれい線を消すために行ってきたんですけれども、これ見てもらえますか。このほうれい線だいぶなくなってるの分かります。これで43歳のほうれい線なんですね。でこのほうれい線ね、入れたのね、ボリューマーっていうのをこの前入れてきて、ちょうどね5日目6日目先週の木曜日に入れてきたので、今あのだいぶこう馴染んできた感があります。で初め入れた時っていうのは、ここにあのほうれい線のところにボリューマーを入れた時は、なんていうんですかね、飴玉のしこりみたいなのが、あの見た感じは全然大丈夫なんですけど、自分で触ると違和感がありました。こう歯の上のところのところになんか飴玉が入ってぼっこりしてるよみたいな感じが、今がね、小さいラムネが入ってるかなっていう風なイメージのものがここにあります。あまり触っちゃったらもったいないよという風に言われたんですけれども、これがねなんか出てる感じはします。でもね、全体的にねほうれい線を見た時に、ここのほうれい線がそんなにね気にならない感じになってきました。だからね、あの初め1週間ぐらいやっぱりここにねポコンとしたのが、自分で触ってこれどうなるんだろうなって思うんですけれども、まあだんだんと1週間ぐらいしてきたら馴染んでくる感じがします。なのでここにその入れて、気にならなくなってきたら、逆にね入れた方、なくなっていくのがなんか寂しい気もしますね。なんでかって言ったら、なんかその寂しいのはなんかなくなったらこれほうれい線大丈夫的な感じが思っちゃいます。まあでもね、今のままでいけば大丈夫みたいなことを言われてました。で今回ね、その話も、経過を話そうと思ってたのと、あとね、口コミ広場という経由をしていただければ、なんと割引があるみたいなんですね。中の人に聞いてきたので間違いありません。あの僕の門絶生態師三つのぶの名前を出してもらったら、現地で、なんかあの契約したやつの 10% オフにはなるよっていうふうに言われてたんですけれども、なんかあのネット上でこの下にねもうちゃんとあのリンクを貼っときましたから、口コミ広場っていうところから、そのピュアさんっていうピュアメディカルクリニックの方に、予約をする。で予約をした後に契約をしたよとかになると、その後に、あの契約した分の1個だけになるそうなんですけども、 5% 還元されるそうです。まだ僕もやってる最中なので、はっきりと言い切れないんですけれども、5% のポイントか現金か還元されるそうです。で、プラスアルファ僕の名前を現地で言ったら、10% オフになるので、だから、最終的には、ちょっといろいろ、口コミとか書かなきゃいけないですけれども、15% オフになるみたいです。なので、これを機会にね、あの僕の門絶生態、この肌の加減、この肌の加減が、あいつやりやがったなって思うような人は、これを見て、その門絶生態、この下に書いてますから、口コミ広場の口コミを書いて、で、尾行とかに門絶生態の紹介だよっていう風になったら、まあ最大 15% オフになりますから、それを目安にちょっと金額とか考えられてみてもいいんじゃないかなと思います。でもなんか、コースはね、聞いてみたら、1個のコースしか選べないそうなので、一番高いコース選ぶがいいと思いますよ。僕もこのボリューマー20万ぐらいしましたから、それを選んで、5% オフだから1万円ぐらい還元されるのかな？合ってるよね？5% オフ、そうだね。1万円ぐらい還元されます。で、さらにね、10% オフにもなりますから、ちょっとよろしくないですか？なのでそんな感じでねやっていこうかと思います。で今度ね、このとりあえずこれ5日目ぐらいのね顔わかりますか。あの前の動画と見比べていただければわかるんですけども、やっぱりねこの辺のねほうれい線があんまり気にならなくなってきてます。で逆にちょっとぷっくらしたので、若干ぷっくらした印象がするんですけれども、その後ねここにねボトックスとか入れてこう顔をこうしていくことによって、もう少し若返って見えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あと7月の2日の日だったかなに、あのこの辺の脱毛をすると肌の質感が上がってくるので、それから、また雰囲気が変わってくるんじゃないかなと思います。なのでね、この動画を参考にしていただければ、ボリューマーだったりとか、ボトックスだったりとか脱毛だったりとかの参考になるんじゃないかなと思います。門絶生態の三つのぶでした。高評価、グッドボタンと、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。またね、変化とかあればこの動画で流していく予定にしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。門絶生態三つのぶでした。